自分をこう表現する場所だと思ってまして、益子に来てこうどういった生きていこうかっていうのをこう今まで考えたことなかったことをね、やっぱりこう自分と見つめ合う時間ができたということで、技術を学んできたので、これから田舎で何ができるか、どうやって生きていくかっていうのを何年も考えてて、こうまだ結論かどうかがねちょっと分かんないんですけど、こう仕事場とかこう工房とかアトリエっていうのがこう生きていく上で、田村大作っていう、まあ、大きな縁があったら、そのうちの一つにパン工房があって、またアイス工房があって、お店があって、こう料理を作ったりする講師があってっていう形で、こう仕事とプライベートを分けるんではなくて、こう全部がこう一つの輪の中に、入っていく生き方がこう合ってるかどうかは分かんないんですけど、自分らしい生き方ができるんではないのかなって、今も思っています。はい。